はい、こんにちは。おもちゃデザイナーの相澤です。このトイチャンネルではね、私が大好きなおもちゃをいろいろと紹介しております。まあ皆さんね、あんまりご覧になったことのないおもちゃとかね、そういうものもえりすぐって、紹介してるつもりなんですけれども、本日ご紹介するのはね、まずこれ見たことがある人は少ないんじゃないかなと思います。とても風変わり不可思議なおもちゃです。ではご覧いただきましょう。はい、それではご覧いただきましょう。ドイツで見つけたおもちゃですね。こんなものね。それから、これ正三角形の正三角柱っていうのが、2つ、そしてこの中には、はい、ガラス玉が入っておりますね。はい、これでどういうおもちゃかっていうとね、これがね、まずこういうおもちゃ皆さんご覧になったことないんじゃないかと思いますけどね。はい、ここに溝がありますから、ここにこうして、こちらにも溝がありますから、ここで、はい、セッティング完了。はい、じゃあ遊んでいきましょう。これを、まあお分かりですね、ここから、手を離すわけですね。はい、いきますよ。はい、手を離します。おっと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 おっと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 おっと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 おっとっとっとおっとっとっと、こういうおもちゃ。こっから先はまあゆったりとした時間が流れる、そういうおもちゃですね。これ製品化しようと思ったかね。すごい精度なんですよ、やっぱり。で、何より面白いのはやっぱりこの瞬間ですね。この。こっからこうして手を離す。おっと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 、この瞬間。この瞬間。すごいなと思ってね。これだけのためにこんなにきちっと、これは多分黒炭とかシタンとかいう、そういう素晴らしい材ですよね。これグナですけれどもね、よく仕上げてあって、本当にね、こういうところがね、なんか、あ、このおもちゃ見たことないわっていうのはね、弱いんですよ。で、購入したわけですけど、そこそこいい値段だったんだけど、パッケージもなくて今。だからメーカー名も商品名も全くわからないんだけれども、まあ大切にしているおもちゃなんですね。もっとギリギリまで行くかな。ギリギリまで行くと落ちる。落ちるとガラスだから割れる。ここがいいんだよね。というおもちゃでございました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。